初心者による初心者の、なんだっけあまた忘れた。まあいいや。えー、どうもこんにちは。きよきよです。今回はですね、タウンホール、タワーズですね。まあ最初の方の人で、やはりその、何を、何の順番であげたらいいかっていうのをね、早速やっていきたいと思います。まずですね、うーん、まあタウンホール8だと、1番に来るのが、やはり、なんでしょうね、でもやっぱり、 全然私上げてない。ウィザーの塔と、やっぱ迫撃砲がやっぱ1位になりますね。絶対に。やはりこう、ウィザーの塔でね、ジャイアントとか、もうそういう、なんてうんだろう。もうウィザーの塔はその、対空戦にも使えるんでね。で、次にアップグレードすんのが、うーん、なんだろう。ターンホール8だったら、やはり、 えなんだろうないや、まぁ、あ、ここ、きいけど、大砲でいいんじゃないですかね。あのー、大砲は0.8秒の速射性能があるんで、うん。あ、まあ、ラボもあげたいですね。ラボ。ラボが多分、いいですね。やはり、その、モンスターの攻撃力アップはいいんでね。次に、まあ大砲が来るかなって感じですね。自分的には。で、まあ、次に来るのが、まあその、金庫とか、エリクサーポンプ、タンクは、 まあ金山とかも置い,置いときましょう、これはね。で、まあ、ターンホールも置いといて。あとはやはり、次は、弊社とかも上げたいところでありますけど、まあ次はアーミーキャンプじゃないですかね。アーミーキャンプと大砲同じくらい。あのー、弊社は、実際ドラゴンまで行ってれば、実際意味ないです。ペッカー弱いんで、弱いというか強いですけど、 そう他の戦略でで行った方が自分的に強いと思うんであと対空砲はこっち行きたいかなっていうとこもあるんですけどまあタンホール8だったらまだここら辺に来るかなと思うんですけども実際対空砲はちょっとランクこんぐらいになります。あの対空砲なんで上位にランクインしないかっていうとあの対空砲基本的に例えばジャイヒーだとか、まあ、ドラゴンラッシュとか来る時って絶対に対空砲を壊してからその。 例えばドラゴンラッシュであったり、ジャイヒーであったりしてくるんですよ、敵は。なので、対空砲壊されるんですよね。な,なんでそんなに重要視してないです。まあ、壁はもう前提条件ということで。そしてですね。まあ、そうですね。アーミーキャンプ。まあ、弊社も、まあ、ドラゴンまで行ってればまず上げる必要ないかなと思います。あと隠しテスラはね、上げたいんですけど、そんなに強いんですけどね、あの、 もう私、タウンホール7の時に隠し手すら上げるのサボってですね、まあ、今の段階で隠し手すらレベル6まで上げられるんですけど、実際なんか入れてないです。で、あとは、闇の弊社とかもそこまでね、いらないですよ。そこまでいらないです。闇の弊社とかこの辺なんですよ、この辺。うん。あと、ま、あ呪文工場呪文工場とかも、まあ、まあ、こんぐらいですかね。まあ、アーチャータワー じゃあまあこの辺にってきます、まあ、自分が考えるのはこんぐらいですかねやはりなんて言うんでしょうやはりそのこのこの2個ウィザードと迫撃票がも中心を覚悟を担いますねそしてまあラボのモンスター強化であったりあとはそのアーミーキャンプ、まあ、基本的にもう攻める攻めることを重視してであとはまあこの五道の2個がきは対空砲は実際にはそこまでないよと。 いうことでしたまあ蔵の城とかね、まあ、いろいろありますけどマーバリアンキングとかもまあということでしたまあやっぱり先に重要なのはやはりミウィザードの塔と迫撃砲の二強かなと思いますご視聴ありがとうございました <laughs>